今週気づいたこと。それが赤ちゃんであろうが、ゆであずきであろうが、自分が作ったものは可愛い。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。まあ人から見てかなりブサイクでもね、それは自分の DNA を継ぐ、自分の産んだ、自分のお腹を痛めて産んだ、もしくは自分の最愛の人が、お腹を痛めて産んでくれた子は、他人がどう言おうと可愛いっていうことは、まあ富士の高橋真麻アナウンサーがまあ大体実証はしてくれてますけども、あんこを作ったんです。はい、前言ってましたね、僕一応寒天をとりあえず徹底的に作る、ウィークに入りましたんで、いろんな寒天の粉をね混ぜて混ぜて、でこの番組でパールアガーエイトっていうね、まあ、ゼリーを作る時に使う、調べるとゲル化剤っていう、ゲル化剤っていうカタカナでゲルに化けるに剤って書いてあって、なんかそういう意味ちょっと怖くなるんだけどね、なんかね、分かんないけど人間がもうゲル状になっちゃうみたいな、そういうかショッカーの開発したゲル化剤で、これでその東京中にゲル化剤を散布することによって、みんなのお友達もゲル状になっちゃうぞみたいなね、ショッカー、まさにゲルショッカーですよね。今思いついたのがバレバレですけどね、まさにゲルショッカーな感じにね、されちゃうぞみたいなね、響きですけど、ゲル化剤のパールアガーエイトっていうのがすっごい透き通って、すっごいプルンプルンのフル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 っていう、見てたら4日経ってるみたいな出来上がったやつ、フル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 、あ、やべえ、おばあちゃんの法事が全て終わっちゃってるっていう、俺葬儀委員長なのにみたいな、うわー、でももうちょっと見よう、多分初七日終わっちゃえばもうみんな集まることねえしみたいな綺麗さなんですよ。なんでおばあちゃんの訃報を受けてからそいつゲル化を始めちゃったかは分かんないんですけど、それぐらいこう美しくてフルフルで透明なやつができると。でまあその話をしたら、その作ってる会社の人が、ラジオ聞いてましたっていうね、ゲル業界の人もこれすごい聞いてるんですよね。そういう意味じゃゲル業界なんかそうそうたくさん会社ねえだろうから、そういう大手が一人聞いてりゃ、まあほぼ聞いてるっていうことですよね。そうなんですよ、まあ、基本的にゲル業界に向けてやってますから、テレビ業界のやつとか聞いてんじゃねえよ。なんかインタビューで猫かぶってたら朝日新聞の記者から、ラジオと随分調子が違いますねみたいな、おめえには向けてねえよ、おめえはテレビでニコ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 してる俺を基準に話聞けよお前、本当にね。ほいでそのパールアガーエイトで作るのがすごいで、じゃあそのパールアガーエイトっていうのを、これプロ向けのものだから、どれぐらいの割合で混ぜたらいいのかとか、どれぐらい冷やすといいのかみたいのを自分なりに研究していった結果、かなりのものが出来上がったんですけど、一個問題があって、なんつったらいいのかな、フルフルかつシャキッとした感じと、あともう一個、こいつはよく味はさ、甘みとか苦みとか酸味とかいっぱいあるけど、忘れがちなのがうんこがどれぐらい出るかなんですよこれね、ね、味のさしすせその層はクソがどれぐらい出るかの層ですからそれそれそれクソが出るの層ですから、もう層がどっか行っちゃってますけど味噌なんか使わねえよ、もう味噌業界の人がみんなラジオ聞いてんなら使いますけど、すごい勢いでね。それでそうするとさ、結局寒天とその寒天から作ってる抽出してるゲル化剤の差として、透明度が上がれば上がるほど
要するに食物繊維的なものが中に入らないから、でそうするとやっぱりね、なんだろう、なんつったらいいのかな、前も言ったかもしれませんけれども、内からのアナルバイブみたいな意味合いも僕持ってますんで僕がそういう食べ物に凝るときは、要するに外からこうね、出口ですから、あそこには出口に、それはどんなにこう性能のいいね、エイネルベイブをね、ベイブ都肉をこう、ね、入れてもすごいね、それはド変態、出口から入ろうな人はね、それはねド変態なんです、そんなのは。だけどなるべくこう出口から出すときにすっごいこういい感じのが通っていきましたに関しては、これはもう別段ね、普通ですもんね、別にその人類共通のやつですもんね。例えばその何ですか、例えばどっかのそのイベント会場の出口から無理やり入ろうとすると、この野郎って言われますけど、出口から出る分には多少太っててもいいですよね、別にね。お前デブなんだから出口から出るなよとは言われませんよね。だから太いのを入れるのはダメですけど、出すのはいいっていうことはもうね、皆さん埼玉スーパーアリーナでも東京ドームでもいいことになってますから。なんか要は海弁様にも見舞われたいことがありまして、そのちょっとその食物繊維が欲しいわけですよ。でそうすると元よりのいわゆる寒天の粉がいるわけですよ。寒天の粉、それで寒天の粉もいろんな種類があって、海藻から、その天然の海藻から何にもしないで抽出しただけですからっていうやつ、もとや寒天のをおそらく細く切って型に入れても固めたみたいな、いわゆる寒天の繊維みたいなのがあって、それからまあ粉にずっといって、その粉でもかなり漂白してありますみたいな粉があって、そうするとこう寒天に近ければ近いほどちょっと磯臭いっていうか、寒天の、あ、これ特にね、あのね、こんにゃくダイエットとか寒天ダイエットやったことある人は分かると思うんですけど、寒天こんにゃく類を毎日毎日食べてると、最初結構いけんじゃんだったら、最後の方なんかこう、これ何、炭酸カルシウム的なやつ入ってるみたいなやつが分かるようになってくるじゃないですか。で僕別に寒天ダイエットやってるわけじゃなくて、その、まあ、寒天による肛門刺激と寒天の究極の形をまあある、まあ寒天による内からの肛門刺激を含めた形での寒天の最上級を目指してるだけですから、だけなんですけど、毎日すごい食うから、その差もすごい分かるようになってくるんで、毎日食っても飽きない要素を入れるためには、その磯臭さみたいな減らした方がいいみたいなことで、結果2リットルの何て言うんでしょう、硬水軟水ってあるじゃん、硬い水と柔らかい水でいうと、そのどっちでもない味のないような水がいいんです。おそらく蒸留水に近い方がいいと思うんです。何も入ってないような水、水道水だと水道臭くなるんですけど、かといってちょっとこう有名どころのお水とかだと、なんかその感じが残るんですよ。何でもないようなお水が一番いいんですけど、だから安いミネラルウォーターがまあいい。安いミネラルウォーターってある程度何にも入ってないものが多いから、安いミネラルウォーターを2リットルに、そのパールアガーを、今僕の計算では多分20、パールアガーの難しいのはなんかね、あの振り幅広いのに対応してくれるっていうか、 30g 入れても大丈夫なんだけど 15g でも大丈夫みたいな。で今のところはこの2リットルに対して 18g、 パールアガー 18g、 それとあの寒天粉はね、西武の食品売り場で見っけたなんかノーブランドっぽいやつが、俺の中ではその磯臭さもなくみたいので、でこれが 6g から 7g ぐらいで、普通の寒天粉の2リットルに対する定番の容量の3分の1ぐらいなんですよ、大体。これは 500cc あたり 4g のやつを、まあ、6g から 7g で、今池田がすごいムカつくのは、もっともらしくその分量をメモしてんだけど、お前作んねえだろどうして。そういうやついるよな、女とかで、あの寿司屋とか行ってお通しこう出てきたら、これどうやって作るんですかとか聞いて、板さんが、あの京都で、あ、京野菜のエビ芋のね、角を取って、はあ、お前もう作んねえだろ、それが里芋じゃねえ時点でみたいな、
あの感じすごい出してるんですよ。僕は伊集院さんの話をすごい聞いてますよ感でしょね。さらにさ、オフ取ってエジプト旅行に行こうっつったら、かみさんが行かねえから一人で行けって言われて一人で行った上にラクダ、ラクダ乗れ、日本人ラクダ乗れって言われて、どこぞに連れてかれちゃったんだってあいつ行きは200円だけど帰りは2万円だって言われちゃったラクダ、同じラクダに行くのにもうこいつは疲れちゃってるっつってお前のせいで完全に疲れちゃってるって言われてせえバカ野郎、こっちはお前がそうやってなんか月の砂漠をはるばると歩いてる間にだよ、一人で夜中寒天作っちゃ神さんにまた寒天作ってんのみたいなね。それで作る寒天が俺の中ではもう俺にとって最高の寒天っていう結論になったんです。でそうなってくるとこの寒天にかけるものなんですけど、かけるものとしてあんこ、僕ね、あのね、黒蜜も嫌いじゃないんですけど、黒蜜よりはちょっと薄めのあんこが好きで、今まではあんこを買ってきてそれをちょっと水で溶いて薄くしたやつをかけて食うが好きだったんですけど、このあんこも自分で究極作ってやろうと思って、で千葉にこの間行った時に道の駅みたいなのに小豆が売ってたから、じゃあ小豆そこで買って、これでそのさらにあんこを煮るには何がいるんだってことになって、あれですよ、圧力鍋、圧力鍋を買わなければこれは絶対ダメだとなって、で圧力鍋といえばあれですよ、ティファール、ティファールじゃなきゃダメです、ティファール以外の圧力鍋なんていうのはもうダメです、そんなのね。ティファール以外のノーブランドの圧力鍋なんかはフシューフシュープシューシュ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 プシュー、もう D&B 方式ですよこんなの。ティファール以外はフシュー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 ですけど、ティファールはもう大変ですよ、もうプシュープシュー、デゴイチが来た、おかじょうきが来たつって、もう大騒ぎになるぐらいのやつですよね。尻尾の生えた親父、人じゃねえよ、もうティファールもどっか行っちゃってるしさ誰の話なんだよさっきあれか、岡城木が来たって騒いでたあの家のお父さんか実はタヌキだったというね、そんなこんなでこっちとら芸能人ですから、そんなものはティファール買っときゃ文句ねえんだろうつうことになりまして、ただティファール高いこと言うんだよね、ティファール、だって圧力鍋とかディスカウントショップのやつ3500円とかあるわけね。で運よく隣の人が粗大ゴミの日に捨ててればタダじゃんかね、なんか要はタダのやつもあるわけじゃんか、盗んでもタダじゃん、なのにね比べるのがちょっとおかしくなってきちゃったよね盗んでもタダって話になっちゃうと、ディファールも盗めばタダになっちゃうけど、タダじゃ済まないんですよ、それ罰が当たりますからね盗んだティファールで何に立ってですよ、夜遠くの方からシュッ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 って来てね、銀河鉄道39かなと思ったら巨大なティファールの中に入れられて、どこぞに連れてかれて、このラクダは疲れてるから帰りは2万円だって言われて、ティファールを実際買うのより全然高い値段を取られちゃうんですから、ティファール2万5000円とかそんなするらしいんです。ただこっちは芸能人だからアウトレットに行ったらちょっと安いんじゃねえのっつってネットで探したら、どうやらティファールのアウトレットが、ティファールの要するにショップっていうのがいろんなアウトレットモールの中で佐野、栃木県の佐野アウトレットモールっていう何年か前にできて、もういっぺんにそんな佐野なんか何もねえところにドカーンとアウトレットできて、要するにいっぺんに何百店舗って店ができちゃったもんだから、そこでバイトをいっぱい雇おうと思ったら佐野中のフリーターがいなくなっちゃったって言われてる佐野中のバイト相場が上がったと言われてる巨大なアウトレットモールの中にだけその、ソッポーム行ってしょぼーん、何があったのお前、何があったの、こっちは向いてもらえないの、しょんぼりしてるけど、それは大人になったら それパンツはガビガビの中にパンあんの、それは大人の男の子にはあるんだよ、
そういうところもう言いたいだけだよね。あのさ、もう何が言いたいとか言葉の言いたいことはなくて、あのリズムで言いたいだけなんだよね。何でもいいんだよね。そしたらその佐野にさ、そのワコールのアウトレットがあるっていうんでさ、それでそのブラジャーを買おうと思って俺で行ったんだけども、もう目的が、それで俺の姿をそのしょぼんとした女の子に見せることで、もんでもいいんだよ、もんでもいいんだよなんつってね、元気出してもらった後ティファールの方に行くんですけど、そのティファールのショップに行ってさ、そしたらなんかさ、なんだ、圧力釜も何種類かあるわけで、なんか一番安いやつ買おうと思うじゃん、一番安いやつ9000いくらぐらいのやつがあって、それでね、うまいこと言うんだよ、そのさ、お店の人ってさ、お店の人ってすごい頭いいなと思うのってさ、安いの売ってるくせにこれよりはこっちの方がみたいなこと言われるとさ、なんか買っちゃうっていうか、この人がそんな言うんならみたいな感じ。それでいて、さすがにそこまで出せないっていう顔すると、そこで止めるね、なんかね。それでいろんなタイマーがもついてるやつとか、あとなんかその加圧が、高圧中圧低圧みたいにできるやつとかで、俺からしてみたらこんなのだって小豆1回煮たら捨てちゃうんだから、捨てねえよどうやったって小豆が煮たいだけ、大金持ちなんだからこっちはね、使い捨てにしようと思ってんだからそれでそのなんだかんだ言って、これもうちょっと分かりませんかみたいな話をすごいした結果、その中ぐらいのやつの買ってさ、でそれはあの取っ手が今度あの折りたたみになってるから、あのしまう時にすごいこう場所を取りませんよ、だってしまうのなんか俺関係、しまうんだってティファールに合わせてまた家建てちゃえばいいんでしょそんなのはね、台所を改築しちゃえばいいわけでしょ、匠に頼んで、この穴がティファールぴったりの、取っ手の曲がらないティファールぴったりの形の専用の棚作ってもらって、後でどうしようもなくなっちゃえばいいんでしょしたらなんかこの間さ、あれのあのビフォーアフターの作った後の家ってとんでもないことになってるのが見たいなみたいな話してたら、ついこれやってたね、ビフォーアフターアフター特集みたいな、結構ちゃんとしてて、焼け野原の家とかなかったね、ね全然ね。でその取っ手のその折りたためる形、やっぱり家よりもこっちの方が値段差3000ぐらいだったら家建てるよりいいかって言うんで、なかなか3000じゃ家建たないからって言うん でそれ買ってきてさ、それでその小豆のレシピみたいのを見てみるわけ。そしたらなんかその小豆はこうしてこうしてみたいなことを言うわけ。一旦小豆をあの一旦2分ぐらいこう沸騰させたら、びっくり水を入れて、なんかあの地元にいたウギアおじさんって昔ノーベル賞の候補になったことあるらしいぜ。びっくり俺だこれ、水の方じゃなくて俺がびっくりしちゃった。あのおっさんがノーベル賞の候補ってずっとあれでしょ、知らない人にウギャーって言ってる、あのあそうみたいな。びっくり水を入れてもう一回沸騰すると、小豆のアクが抜けるんですって。でその小豆のアクが抜けた後にちゃんと水を切ってから、小豆のそのまたレシピとかもインターネットから調べたりするじゃん。とりあえず最初はそれ調べて、それから好みを変えていかなきゃいけないから、そしたらさたっぷりの水とって今度書いてあって、たっぷりの水ってさ、たっぷりって絶対全然こうニュアンスで全然違うじゃん。俺の思うたっぷりとカラハリ砂漠でのたっぷりっつったら、カラハリ砂漠だったらおそらくだけどコップ一杯ぐらいの水でも相当たっぷりだよね、あそこはね。あとコーラの瓶を見っけただけで旅に出るよね、ニカウさんがね。俺カラハリ砂漠ってなんで知ってんだろうと思ったら、あれだわ、小井三番のあの人の故郷だからね。それであの美味しいのことをカジャね、そうでライオンシンバで、そのたっぷりはどれぐらいなんだよとまた調べていくと、これぐらいがたっぷりみたいなと、それ入れてさ、それであとはそのティファールの説明書みたいなの見てさ、これでとりあえず火かけるじゃん。火かけてその吹きこぼれるまでってのを待ってんだけどさ、それ待ってんの面白くないから、待ってたって何にも起きないからさ、それじゃとりあえずあんこを作ってるから、あんこだけにアンチャーテッドの続きをやろうと思って、あんつながりですよね、あんつながりですよね、もしくはアン・ルイスの息子のミュージ君が今どうしてるのかを考えようの3つなんですけれども、考えたところってもう何にもないですからね、PS3 のアンチャーテッドの続きやろうと思って、したらまたアンチャーテッドも今すごい俺後半のいいところに来てるから、すごい勢いでテロリストに追われたりとかしてっから、もう手離せないんだけど、テロリストをすげえやっつけてる最中にちょっと吹きこぼれ始めたりとかして、だよ吹きこぼれてんなと思って、それでその吹きこぼれたところにびっくり水入れて一回シュッて戻ってる間にテロリストやっつけて、そしたらまた湧いてみたいな繰り返して、
それで結局なんだかでその後ティファールで15分ぐらいやったらそのあんこらしき感じになってきて、煮汁をちょっと捨てつつとか、であとここでやっぱりそのカロリーを控えめにするのには人工甘味料みたいなものを砂糖の代わりに使えばいいみたいな感じを出してきたかったから、そうするとレシピに砂糖を 300g って書いてあるところに人工甘味料をどれぐらい入れればいいのかわかんない、人工甘味料が甘さは砂糖の3倍って書いてあったんですよ。ってことは3分の1入れればいいのかなみたいので、3分の1入れて、俺正確なの好きだから、本来 300g 砂糖を入れるんなら 100g ちょうどじゃなきゃダメだと思って、ちょうど入れてザーって入れて、おまけっつってさってちょっと入れておまけ入れてそれで煮詰めて出来上がったあんこなんだけど、これがね店で出てきたら引っ張られてやりたい味なんだけど老舗だとか抜かしやって店で出てきたらふざけんじゃねえって言いたい味なんだけど、なんだろうね、あの豆の豆くせえ、すげえ豆くせえ、なんつうの、大豆の煮たのを食ってるみたいな豆くささみたいのがあるんだけど、それはやっぱりさ俺が作ってんだから風味じゃんね、ブスボクロ愛嬌って親は言うそれ的な愛嬌とかね可愛げみたいなことを言うじゃないですか、なんだろう豆草なんていうの、全くもって歯触りだけがそのあんこで甘いだけは嫌なのね、嫌なんだけど、ただちょっとなんかね豆煮豆の味みたいなちょっとするんだよね、それとこれはかね人工甘味料をアホみたいな量入れるとあの感じって何の、これわかんねえんだけど、うまみ調味料アホみたいな量入れると変なさとうとうバレるじゃん体に甘いな甘いな、お嬢さんの壺の中のこれすげえ甘いなみたいなあの感じで舐めてても、多分お嬢さん帰る寸前ぐらいに人工甘味料だと、あの水飴の場合は天然だから甘い甘いってなって間にお嬢さん帰ってくるけど、人工甘味料だとあれ体がこれ違うなみたいな、あれなのかな、なんかそのちょっと違和感のある味に出来上がって、でまあでもねそれも含めて俺の作ったあんこだと思うとちょっとありなのと、なんだろうね出来上がりがまた2キロあんだよねこれ、だから最初の数口でダメだったことにしちゃうとここ何週間これあのあんこ食うからうまい、それうまい。天気グルーヴ、ニュー曲でアップサイドダウン、どっちにしても死ぬる死ぬ、結局死んじゃうんだよねでちょっとムカつくのがさ、その俺のティファールなのにさ、なんかその俺が朝その出来上がったまあ美味しい特製あんこをさ、なんだなんかこうそのままティファールに入れっぱのままもうすべてめんどくさくなって寝てたらそれはタッパーウェアに移されて勝手にスペアリブかなんか、やろううちにいる女あいつ俺のティお前そんな買いときゃお前のティファールも買えばいいのに、俺のティファール、俺はこれからいろんなものにいろいろ圧力をかけていこうと思ってですよね、その何毒舌タレントに対して、まあうちの事務所は大きいですけどみたいな圧力も含めてそれですごいかけて行こうかみたいな、ヒデちゃんの悪口すげえ言ってたら、あうちの中山はこれが本当の圧力鍋プロだけに的なそういう感じのやつをかけて、めぐみとしやきも的なやつをそうダジャレ言う時にも必ずですよ、その必ずめぐみの悪口ばっかり言ってたら鍋プロから怒られた、これが本当の圧力鍋スエタカトマって言うべきの、みんな懐かしいでしょもうすでに、あいつ元気みたいですよちゃんと、それをやろうと思ってんのに、やろうなんかさスペアリブ使いこなされると、あのさ俺の買った漫画を先に読まれるのと俺の買った圧力鍋を先に使い方をマスターされるののこの2つね、もしくは知らない人にすれ違いざまに金玉を破かれる、この3つが僕の嫌いなことだということですよね、嫌なことですよねもうこれはね。で
で時点に今入ってるのが知らない人にすれ違いざまにやっとこで金玉を片方潰されるなんですけど。で好きなことが知らない人にすれ違いざまにやっとこで金玉を潰されないなんですけど。これが2位です。1位が3億円もらう。ねえ、ということなんですけれども、そういう日々を送っています。月曜ジャンク、一塁かかり深夜のバラジーから。オープニング、取っ手のついたティファールの歌の替え歌で、意味もなくテンション上げたままもう30分過ぎちゃったので、ここからはですね、人間のエゴで捨てられそして処分されていく犬や猫について話していきたいと思ってますので、覚悟して聞いていただきたいと覚悟して聞いてくださいよね。ペット産業、今や2兆円産業ですよ。ね。じゃあその影の部分はどうなってるのかという話をですね、私は、してまいりたいと。この間、最近俺調子乗ってんなと思って。俺すごい調子乗ってんのね。で、なんだろう。で、これ乗り切れて分かんなくなっちゃったらね、俺もね、思いっきりどんでも何でもやりますけど、なんだか俺は A ちゃんと勝新と同じ行動をしてるみたいな話できますけど、まあその調子に乗ってることが自分に分かるうちはダメだし大丈夫だね。なんかね、取材をしてもらうね、取材をしてもらうわけですよね。でそしたらさ、インタビュアーに来たお嬢さんがさ、これがお綺麗でいらっしゃってさ、なんかそのアイドルライターみたいなジャンルの人で、あかりちゃんつったかな、あかりちゃんかなんかいう子で、でその物を書きながらアイドルをやってて、で今はアイドルがまあ自分の評価ではうまくいかなかったんでライターをやってますみたいな人で、まあそれアイドルやってらっしゃる感じだからね、いきなりライター林真理子に比べればそれはそのお綺麗でいらっしゃる上に、なんかそのこの番組も聞いたことがありますよみたいな人で、そこちょっとなんかテンション上がっちゃうんだろうね、こっちもね。なんかそのモテない分だけこの番組を聞いてもかつ会いたいみたいな話になっちゃうと抱けるって思うんだろうね、これどっかで。まあね、俺こと日野翔平はそう思っちゃうのかな、おそらく。もう汗男優改め汁男優はね、よもぎ汁男優は傷口に塗ったらすぐ治るよ、バッサありがとうっつってね、今では原宿でハウスマンの館をやっておりますおなじみの、まあ、よもぎ汁男優ですけど、でお嬢ちゃんが聞くんだけどさ、もうなんかちょっと、まあ、こんな子が聞いたりすることあんだみたいなんじゃんね。でカッコつけて喋るわけですよ。で挙句の果てはその子はそのアイドルちゃんなのにもかかわらず割と自虐的なそのネタというかトークとかをする子だから子らしくて、俺に対して私なんかもう死んだ方がいいような学生時代過ごしてました、だからその伊集院さんの気持ちわかりますみたいなこと言ってくれるわけ。そうすると俺これもうカッコつけちゃってるからこっちは、あ、僕はそんなこと思ったことありませんみたいな。その昔さ、初めて生のブルーハーツ河本ひろと大先生に会った時に、俺が自分もテンション上がりすぎちゃってライブの舞台上でおちんちん出そうかなと思ったりしますって言ったら、河本さんにそんなことはしない方がいいって話をされた時のあれみたいなそうだよねみたいな感じの、まあそういうこともありの、さらにその次にまたさ、天下の朝日新聞から日刊スポーツ取ってくれと日刊スポーツを一世紀分取ってやるからとね、一世紀分取ってやるからって言ったら、向こうがそれじゃあサービスにじゃあ取材をっつって
皆さんあれでしょ、半年分取ったら洗剤とかそういうやつでしょ。もう僕はもうあれですから、もう一世紀分取りますって言ってね。それでその言ってその景品にね、ザブ構想一箱とインタビューってことになったんで、で取材受けた。またさ、この来たさ人がさ、お綺麗でまたいらっしゃんだよこの人が。でしかもなんかなんつうのかな、俺が思ったのは、ただでさえ俺のツボのTBS のスーパーモーニングやってる赤江アナウンサー、ごめんなさい、テレ朝のスーパーモーニングやってる赤江アナウンサーをさらにこう知的に物静かにした感じの、また赤井アナウンサー綺麗だから俺いつか番組やりて降りたんじゃねえかお前がよ。せっかくやらせてもらったらなんかうだうだ言ってよ。金輪際バカ者。それでね、でまたお綺麗な方でさ、したらさ舞い上がるじゃないこっちも。それでこういろいろ喋ってたら、やっぱこのラジオを聞いてますって。え、こんな人がっていう、まあ、こんな人がっていうと、それも語弊あるんですけど、どう見ても、僕らの軍勢にはいない感じの人なんですよね。ええ。言っときますけど、僕、曲がった人のためにしかラジオやりませんからね。逆もスキートーンみたいな曲がった耳にしか入ってかねえやつで喋ってますから。危ねえな、ほんとに、ちっしょうの野郎。朝日新聞に取材受けたくらいでいい気になってんじゃねえぞ、このバカ野郎、高校中退が、ほんとに。本当によ、脇汗びっちょびちょで普通にインタビュー受けやがってよ。いて、なんかしたら、思春期の時に、あんまり家族と弟が会話をしないようになって、で、そんな弟の部屋の前でノックしていいかどうかとか、もう迷うぐらいのピリピリした関係の時に、夜中弟の部屋から笑い声が聞こえてきて、で、それは何で笑ってたのかを、なんかその、その周期があるからさ、月曜日のこの時間に笑っててこうだああだみたいなのと、あとたまに喋るときにちょっとカマかけてみたりとかするした結果ね、まあ、当時だか知んねえけど白田優じゃねえとね白田優的なおしゃれな会話とかなんか素敵なやつじゃねえとね。でそれがどうも伊集院光の番組だったから、弟と、その可愛い弟と話を合わせるために、もう苦行だと思って、いやいや聞いてきたっていうことが分かって、すごくガテンのいく。そしてその弟は生きていると聞いて、それは良かったと。で、その子はとりあえず、今真人間に向けて構成していると聞いて、そんなに良かったことはないと。で、まあそうやってちょっとこう、調子に乗ってるわけですよ。そういうお綺麗な方から取材を受けて、ね、その受けるたびに、抱ける、抱けるっていう。もしくはもう一人の俺が、土蔵の中から、だけーだけー藤子不二雄エルフ短編集からでございます。あれなんだっけ、タイトル、ノスタルジーでございます。そういう暮らしをしてて、それちょっと良くないなっていう、このテンションを一回収めといた方がいいんじゃねえかっていうことで、その、なんか、何なんだろう、きっかけは全然わかんないよ。だってそうやって見たところで、行こうかなと思って行かない映画いっぱいあるわけで。ほいで、チラッと先々週に、犬と猫と人間とってタイトルを言ったか、その、ペット産業の光と影みたいなドキュメンタリー映画を見ようと思ったって言ったはずやったけど、そしたら、そのスタッフかもしくはそれを広めるためのその、活動してる人、がこのラジオを聞いていたっていう、多分いやいやだとは思いますよ。そういう心の綺麗な人は何かしら、もうなんか脅されたのかな、ね、拷問としてさせられたかなんかだとは思うんですけども、多分拘束具みたいなもので椅子にこうやってくくりつけられて、少しでも暴れると椅子の上に置いてあるろうそくがボトッと起こって大変なことになるみたいな、下でニャー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 の上にろうが垂れちゃうみたいな、でもあんな猫好きだからそういうのやってんだろうから、なんだろうね。で、聞いたらしくて。したら、池田ディレクター宛てに、
あの映画のことが出るとは思いませんでしたので、伊集院光みたいなクソ野郎でも心が動く映画にはなってると思いますと。大事なことだから、千数百円が惜しくていかないっていう選択を取るのでしょうと。ね。ね。だ、1800円ぐらいか、今。800円を、拾うまでに時間がかかることでしょうと。で、結果渋谷あたりで拾って泥だらけにね、渋谷あたりの自販機前を這いつくばった結果数百円拾って泥だらけの格好で映画館に来られて300円に負けてくれと言われても我々も困りますのでと。招待券をやるからね、換金できないようにご招待って判子をしとくから、ね、とりあえずは来れるもんなら来てみろっていうね、ことをね書かれたわけですよ。俺よく言ったなそれで。それの平たい感じのやつをまあ書かれて、招待券何枚か入ってて、で行こうかな、じゃあただだしっつって、ただだしと思って、ね、で行こうと思って、で俺はねそういう時すごい嫌なやつなので、そういうご招待とかをもらう時あるんですけど、いただいてもちょっと心のどっかでこれと褒めるは全然別だかんねみたいな、その危険は分かってんだろうねっていう、むしろ言ったのにこちとら自腹でもねえのに悪行雑言じゃもあるかんねっていう、お前が誘っちゃったのが絶対悪いんだからっていうところがすごい僕あるので、そういう意味でかなりのリスクのもと送っていただいてるという、まあそれを知らなければ知らずに送ってると思うんですけど、これで行こうかなと思って行って、で、その、うちの、まあ、嫁さんに、行くかっつったら、もう大体その、聞いただけで、そのね、犬と猫と人間とっていうタイトルで、ドキュメンタリーで、その、チラシに書いてあったのは、日本じゃ1日、1000匹の犬や猫、ペットが、処分されていますと。これはどうなんでしょうかみたいなとこだけを見ただけで、ちょっと私は今のそのテンションじゃ無理だと。3匹の犬と1匹のクソ豚を飼ってる私からしてみたら、ね、その全部で4匹のうち1匹が死んでくれねえかなってちょっと思ってる。私としてはですよ、ちょっと無理かなっていう話になって、一人で行ってこいって言うんだけど、こんなもん一人なんか無理だよ、どうやったってさ、そんなさ。ほいで、とりあえず、こう若手のお笑いと一個見ようかな、ただでもらったしチケットと思って、で電話をかけるにあたって、まあ犬か猫飼ってるやつがいいやと思って、したらこの桐畑徹、蛍源氏の桐畑徹っていうのはね、もうガッチャガチャな男ですよ本当に。平成にこのタイプまだいたのかっていう感じの本当にガッチャガチャな人間ですよ。だって前この桐畑がメインで登場したフリートークは、アパートの一個上の住人に自分のチャリを盗まれたっていう話なんですけど、結果そいつと飲み行ってるからね。自転車取ったことをそいつに言ったら、そいつがすいませんでした、警察にでもどこにでもっていうのに対して、そんなアパートのその隣組の人間を警察に突き出そうと目覚めの悪いことはねえから、飲み行こうっつって。何お前昭和、それも昭和40年ぐらいの、それでそいつが上京してバンドやってるっつったら一回ライブ見に行ったりしてるからね。ああお互い頑張ろうぜっつって。それぐらいガッチャガチャの人間ですよ、もうそのね、桐畑徹は。で、桐畑徹に電話して、ちょっと今映画のチケットあるから今から来ないって言って。で、どんな映画ですかとか、どんな映画とか、こんな映画とかねえから別に、俺が行こうっつったら行きゃいいんだよぐらいのことを言って、ヒントだけでもとか言うからドキュメンタリーだよっつったら、あいつ勝手にマイケル・ジャクソンだと思ってる。勝手にマイケル・ジャクソンの例のやつだと思ってるわけ。ほいでその映画館も渋谷ユーロスペースっていう、まあ東映漫画祭りのかからない、団地妻縄地獄のかからない感じのその映画館ですよ。お上品な感じ、下手したらベレー帽できちゃうぐらいの東急文化村からラブホテル街の方に行く途中で、まっすぐ行ってラブホテル街に行くのか、そこを曲がってユーロスペースに行くのかで、童貞の長さが決まるぐらいの、そういう感じのところですよ。で、そのユーロスペース行って。だって、俺が行こうと思った犬と猫と人間とっていうのと、なんか二つスクリーンがあって、もう一個が、
バイタリー・カネフスキー特集だからね。誰だよそれ、バイタリー・カネフスキーみたいな、その感じ。おそらくロシアなんだろうな、スキーだし的な。それをやってる映画館に行って、これ見んだよっつって見るって、マイケル・ジャクソンじゃねえんだとなるわけ。マイケル・ジャクソンじゃねえよ、いくら座ってもてってってって言わねえよと思いながらねえ、なんだと、そのユーロスペースとか渋谷から道玄坂じゃねえ、あれなんだ、あの109の道玄坂じゃねえ方の坂を登ってしばらく行ったところにあるので、もうそこをね、上り坂をムーンウォークで来たのにマイケルじゃねえんだと、ね、お前器用だなと思いながら行ったら、その犬の映画で、しかもその犬と猫と人間とっていうのを見た時点でも、あいつはおそらくあれ的な、あのハチ的なやつだと思ってるからねえ、うわーこれお涙ちょうだいだなと思いながら一緒に座るわけですよ。で俺はさ、絶対動物好きな桐畑だから、でましてあいつはその昭和のすごくその情が激しい、その劇場型の人間だから、ワンワン泣くぞあいつと思って、うわーってバカにしてやろうと思って横座るんだけど、もう映画館も実験映画からドキュメンタリーから、別にそのお金うんぬんじゃないような映画が割とかかってる、その俺たちの知らないような映画祭で賞を取りましたよみたいのがかかってるような映画館だから、本当にお上品な感じの人がいっぱいいる上に、座席もそんなないわけ。その広い映画館じゃ全然ね、多分100ちょっととこじゃねえかなぐらいの、うわちっちゃって感じの映画館なわけ。それでそのまず一番最初に予告編が始まるわけで、予告編始まると次何やるのかなとかあるじゃん。その予告編で、あ、今度これやるんだ、見ようみたいな感じじゃん。一番最初はね、とか中央アジアの山ん中の、潮の湖から、潮の結晶を切り出して町へ持っていく少年の話。はぁ。ああそうですかみたいなね、まあ、塩を持ってくる途中に未来から送られてきた殺人ロボットかみたいなのは予告編には出てこないけど、入っててくれたら多分はしゃげるだろうなっていう感じの、まあ日本映画でも何吹さとしも出なければね、なんかその辺の感じのがやって、静かに始まって、でも始まるなりドキュメンタリーだってことがわかるわけですよ。20分ぐらい後かな、二人で声出して泣いてたのはあのシューッとなっちゃって、でこれねチケットタダでもらったから褒めますか、あのねもういやごめん本当に社員構えたから、本当に綺麗だと、ずーっと号泣して、ずーっともう延々と、それはね犬飼ってて、あいつ猫飼ってて、それでそのペットが死にゆく様とかも出ますから、そら泣きます、そら泣きますけど、もうね最終的なところではね、そういうそのなんだろうね、犬だから動物死んでくから泣くじゃんっていうこととはもう全然違うところにどんどん行っちゃって、またいいドキュメンタリーだから撮ってるそのカメラもいわゆるこうハイビジョンのハンディカム的なそのちっちゃい機材ですよ。別に自分のやってるあの DVD 撮ってるのとほぼ変わらない、下手したら自分のやつよりも、自分が DVD やってる時使ってる機材よりも弱いような機材で、ただただ延々と時間かけて回して、編集に時間かけて作り上げてんだけど、まあこれがまあ最初にその犬や猫飼いそうだなみたいなことがあったの以上に、途中からなんか人間優しいなとか、俺もこんな時代あったなとかで、最終的にはもうその作り上げてるスタッフ自体に対して、金がないだとか時間がないだとか俺の才能はどうだとか、なんかそういう言い訳なしに表現したいものさえできたら、またその表現もそれもなんか、その監督は単なるオープニング出てくるんだけど、普通の猫好きのババアに猫と犬の映画撮ってくれって言われて撮り始めてるだけなんだけど、なんかわかんないけど、だんだんそのドキュメンタリーの部分よりも、なぜ俺はそのちゃんと表現ができてないみたいなところまでなってきて、もうワンワン泣いて、んで帰りにその嫁さんに映画何時終わるか迎えに来てみんなで飯食おうみたいな話してたんだけど、最終的に桐畑と俺とお互いが早く帰って犬と猫を抱きしめたいって話になって、最終的に申し訳ないけど飯とか良くて今俺犬が抱きたいんだけどってなって、
神さん、キリアタキリアタで、はい、僕も今、家帰って猫を抱きしめたいですって始まっちゃって、で、最終的に神さんは、まあ、そうだろうと思ったから、つって結局家に帰されて、もう犬とかとみんなで、な、お前らよかったな、うちで、的な。20日まで渋谷のそのユーロスペース俺は損はないと思う。それでも損だと思った場合は知らん。カイジはどっちでもいいわ、俺知らねえし。月曜ジャンク一丁に光る深夜のバカ力。見に行く人、まあ、20日までしかやってってないんだよね。今度の金曜かなんかでもう東京のそこのユーロスペース渋谷終わっちゃうんだけど、一つ見た側から言うと、プログラム記念に買って帰るのはいいけど、先見ちゃうといいとこがかなり出ちゃってるんで、なんかあんま予備知識なく見に行った方がいいような気がする。で、ドキュメンタリーだから、そらその悲しいシーンもあれば、もしかしたら、ちょっときついシーンもあるんだけど、それは思ったほどの分量じゃないし、あとそこのその、に流れる話を聞いてると、それはただ残酷なためにあるわけでもなければ、泣くためだけにあるわけでもないのもすごくよくわかるので、うちの、嫁さんに久々のドメスティックバイオレンスをフルに振るって、でも、一応お前も行けよっていうぐらいの出来だったよ。なんかすごいその感じの作品だったので、あ、終わった後盛り上がってっていうことはないと思いますけど、ね。ね、終わった後、うちでも限定じゃんけんやってみようぜみたいな感じにはならないと思いますけども、行くのはいいかなっていう、僕は普通におすすめするぐらいしかやることはないですけど、杉本彩さんはトークショーをやったみたいですけど杉本彩さんと俺と同じ映画進めてんのもすごいですけどね。ファックスね、ラジオネームトゥモローネバー純子博さんからですね、取っ手の取れるティファールコーナーにですねとっても可愛い犬ルールーもダメじゃん。こんな短い替え歌でルーをさ、や、もう余っちゃうよ。じゃあもうダメじゃんか。ねえ、一応ファックス開けっぱなしになってます。とっても可愛い犬ルーってよ。ルーって。東京0355629540で、東京0355629540。まあ、たわいもない話か、取っ手の取れるティファールの替え歌。このどちらかお待ちしております。なんじゃこりゃCM の間ぼーっとしててさ、その犬と猫とワイシャツとみたいなのをさ思い出してたら、なんか急に涙ぐんできちゃって、次何喋ろうと思ってたんだっけみたいな感じに今なっちゃって、ボケ、あのね、出てくるね、その途中で出てくる徳島かなんかの小学生の小汚い女の子4人組ね、まあ将来すっげえブスになると思いますけどこれがね、まあなんだろう、あ、俺もこんなことあったような、なかったような、みたいな、感じになるんだよね。たまにこう、この番組とかでも子供の頃の感じをさ、こう、送ってもらって読んでる時に、うわうわうわってなる時は、俺もこんな感じの子だったはずなのに、どこをどう間違えて、ああなってんだろう、みたいな、そういうのあるじゃないですか。そういう扉はですね、飽きそうな感じの、まあ、僕は少なくとも空いた感じになりましたね。それじゃあコーナーいきます。顔コレクション十面形アマゾン大空、喜怒哀楽、どのジャンルにも当てはまらない顔、を集めて、コレクションするコーナーです。僕のイメージはこう真っ暗な部屋の壁にこういっぱいリアルな石膏でできた顔がこう埋め込まれてるみたいな、ね、その一個一個を皆さんが
送ってくれる感じの、一つ目ペンネーム太鼓スター、お手軽嘘発見機なるジョークグッズを手に入れた自分が今でそれをいじっていると母親が興味を示してきて試させろとのたまう。めんどくさいので自分の部屋に戻ろうとしたがあまりにしつこいので一問だけやることにした。スタモンだった挙句なぜか被験者は自分、母は質問者。この状況からなんとなく質問の予想はついた。母の質問はもちろん、彼女はいますか。ガッチガチの童貞の自分は落ち着いていいえと答えたにもかかわらず、嘘は元気のメーターが振り切れるほど反応した時の自分と母の顔。もうさ、自分はうんざり以外の何者でもないんだけどね。母親のあの何でしょう、このあの赤裸々の元になりました的な、もうなんかそのことはチューしましたかって次絶対言う感じの、もうきついわ、もうどうしていいのかすげえわかんねえわ。でそのさ、やっちゃってそれをもう持って2階の自分の部屋に上がろうが置いていこうが、このことは絶対こう世の中にルフされるんだろうね。これどうすんのが得策なの？これこのまま2階に上がると、持って2階上がるじゃん。そうすると母親の中では認めたことになるから、なんかわかんないけど、とにかくこれがたわいもないものなんだっていうのをわかるためにいくつかあと何問か試すみたいなことをしなきゃならないんじゃないのか。ただそれがもう一回裏出た時にやばいよね、すごいやばいよねそれね。うわー怖ー、もう俺なんかブルブル震えちゃうわ。なんか本当にあのなんだろう、おそらくわかんないけど、このあの嘘発見機の不確実性を試すために、なんでしょうね、今から僕はこの大型テレビのブラウン管を割りますかって聞いてくれるっつって、いいえっつってなったら割るね。なんかそのなったら割っちゃダメなのか、その逆に出たら、そのパラドックスな自分で何とかできる質問を、おー俺とっさに考えたにしたいいアイデアだから、みんなももしこういうとこに陥った時にはそのパラドックスの質問を与えて、さらにそれが裏に出た時には怒りを表現できる形ね、その怒りを表現できる形でやるのが一番いいね。さあ続きまして、顔コレクション10面記、ペンネームトニオ、伊勢マリアの自力構成。顔コレクション10面記、エロ話が盛り上がってきた結果、ついほらあのピッチリした全身タイツをこうピンセットを使いながら破いていくわけよと、自分の異常な性癖をさも当然のように口に出してしまい、それまであれほど温まっていた場がシーンと静まり返ってしまった時の顔。あ、なんかちょっとわかりますよね。なんか絶対超えちゃいけないところってありますよね。そこまでの一体感が高まってれば高まってたほど、おかしな感じになりますよね。なんかすごくエログロ話をすごいしてて、すんごい盛り上がってる最中に、うんこスプーンで食う俺ビデオ見たことあってよって言ったら、箸じゃないのーっていう、箸じゃないそこなんだっていう、そのさ、もう言っていい雰囲気はうんこ食うやつだから信じられない、まだ全然言っていい雰囲気でドカーンドカーンって来てて、もうそのうんこスプーンで食うビデオ一回見ちゃってさーってドカーンって来てる時に箸じゃなくて箸じゃなくてって、そこかっていう、あの顔ですよね。であの顔した途端に顔に樹脂をバッて塗って石膏で肩取って俺の10面記ルームに入れるんですよね。いやー、続きやして、
ペンネーム揚げ足の唐揚げ。急いで駆け込んだ駐在所でさっき体験した恐怖体験をざっと話したら、それってのはひょっとしてこんな顔かいと言われ、振り向いた駐在さんの顔が化け物でも、さっき見たのとは似ても似つかない時の顔何その、怖それじゃないの顔でしょ、怖それじゃないののっぺらぼうのつ、もうそのさ、後ろ向いてた駐在さんがさ、ずっと下向いて長所みたいなの撮った駐在さんにさ、それ実は今向こうで化け物が振り向いたら化け物で、落ち着きなさいよ、それっていうのはひょっとしてこんな顔描いてあげようとしたところもビビってるわけじゃん、のっぺらぼう出ると思ってるのに一つ目小僧じゃん、真っ赤なっていうお前じゃねえけど、お前はお前で怖いしさっていう何そのお前じゃねえけどお前はお前で怖いっていう顔が、顔がわかんないよね、どんなびっくりしたけど本当にこの何でしょう、恐怖だけども突っ込まなきゃいけないみたいなペンネーム夜波136、なんかいい朱印の道具はないかなと思っていると、ふと先日兄が年老いた母のために買ってあげたマッサージチェアが目に入った時のニートの俺の顔、あーこの橋渡ったら終わりだなっていう感じだよね僕中学校の時親戚の家泊まりに行って、親戚の家に当時珍しかった電動マッサージ室があって、そこにあのブリーフ一丁でポコチン当ててたら親戚の人が帰ってきて、それでとっさにスイッチ切ろうと思ったら、叩く揉むの揉むの方に入って、でもう一回それがこう金玉袋を完全にマウントして潰しにかかって、もう一回パチって止めたらがっちりマウントされたまま止まって、それで親戚の豊子おばさんにどうしたのって言われて、何でもないって言った何でもなくはねえだろその格好っていう何事かの事件にお前巻き込まれてるだろってで親戚のおばさんとかうちのおふくろとかそうなの言うよね、それをさ、何なんだろうね、こっち側からしてみたら世紀の世紀だけに世紀の一大事って思ってるのにもかかわらずさ、何なんだろうね、あのちょっとしたユーモアぐらいの感じで言うよねあれね、本当に。続きまして、ペンネーム逆襲の怪盗ゴリラテング、義母者の義理のお母さんと書いて義母、義母者の DVD を借りようと思い意気揚々と会員証と DVD をレジに出したところで、店員のおばちゃんが前のお母さんだと気づいた時の「もう出てるのか」よりずっとやばいよね、出てるのかなんて、そのショックは自分一人のもんだけど、うわ前の S っていうことは海のお母さんってことだよきっとね、バツ2じゃない限り、まあ海のお母さんで今いるのが義理の母じゃん、義母じゃん、今暮らしてるのが、うわすっ、うわお互いの顔すごいな、これこれはすごいな、絶対これすぐ石膏だよ、すぐ石膏はあ、義理のお母さんものの DVD を借りようと思う、ああちょっとっていうか全然違う話なんだけどさ、全然違う話だよ、しない方がよくないっていうか、むしろ全然違う話さっきからすごい言ってるけど何の断りもないよ、一回もそれを断らないまま全然違う話してたよ俺、そう、かわいこちゃん、かわいこちゃんさんからインタビューとか受けるとさ、ダメだよねそういうさ、かしこまってさ、もっとそういうなんてさらけ出した話をいっぱいしないとさ、人妻ものとか未亡人ものとか多少ね、俺あんまいけないけど、熟女ものみたいな、ビデオ借りてみるじゃんか。そうするとさ、もうもはや俺より年下なんだよね、そういう人たちってね。だけど、ちゃんとスライドできるの不思議なんだよね。これは熟女ってなれば、全然、なんか、32、3でも多分もう熟女もののカテゴリーに入ってきて、俺が変な話、
20歳の時に30、例えば3歳で熟女もろだとするじゃん。俺42歳でもう9歳したってことじゃんか。俺が20歳の時に小学生ものを見てるぐらいの年齢差なのにもかかわらず、なんでしょうね、これは熟女っていうこれは熟女ものっていうデータだけでなんとかなりますよね。あとそうだ、もうあれですわ、せっかくだから自分のダメなところをもう一個言っておきますけど、そのあかりちゃんっていう、そのね、あかりさんっていうそのアイドルライターの人が、その一緒に会って、まあその子もラジオも聞いてるんですみたいな感じになってインタビュー終わりました。終わってこれでしたら、なんかそのブログを彼女がやっているっていうね、で話を聞いて、で一緒にいたスタッフがもともと芸人で、僕がいつも仲良くしてる後輩の元クールス森脇優雅の同期で仲が良くて、でなんだかんだでその一緒に来たカメラマンのスタッフが、今日伊集院さんと仕事したんだよみたいな話を連絡の連絡で回ってきて、あかりちゃんっていう子がブログに体操、その伊集院さんと会って感動したっていうのを書いてるって言われて、そりゃ見物だと思ってこうやって見てみたら、まあすごい憧れの伊集院さんに会いましたというのをすごい嬉しそうに書いてるわけ。それでその後すぐ更新されてるブログが何個かあって、次の日かなんかに更新されたブログは、他の伊集院さんファンと会う機会があって、その人たちはすごい伊集院さんのこと好きな人ばっかりで羨ましいって言われましたみたいな話から、最終的にすごいそういう伊集院さんたちの、伊集院さんのファンの先輩ファンの人に会って、新参者の私がファンを名乗るのは良くないと思うのでやめますってあれなんだろう、この感じなんだろうと思って早く店じまいをされちゃったけど、この感じ何なんだろう、閉店なのでシャッターを上から手をかけてガラガラと下ろしますみたいなギャグを作れるなと思ってこれ人のだぞ、略すと相当人のメジャーなやつだぞ、あの感じすごいね、早っと思って、少しは好かれたと思ったのに早っ冷めんのと思って続きやして、ペンネーム我慢汁は男の勲章。そうです、突っ張ることなんて全然男の勲章じゃないですよ。よく突っ張ることがたった一つの勲章だなんて信じて生きてくる人とかいますけど、あんなもの全然勲章じゃないですよ、絶対ね。じゃあお前の家族とかに俺が言われもない暴力を振るってもいいのかとなりますよね。だけど我慢汁は男の勲章です我慢して我慢して、それでもちょっと出ちゃってる、ね、ブリーフをちょっと汚しちゃってるで突っ張る方全然我慢してないですもんね。我慢汁はね、男の勲章ですよ。母親の説教がうるさいので襖に向かって闇雲に投げつけたギャンのガンプラが頭から綺麗に襖に突き刺さった時の俺の顔すごい出ました、向田邦子2世あのね、向田邦子のあの、アシュラのごとくって話の途中に、いつも、物静かな奥さんが、お父さんの浮気を知って、そばにあった、あれを、そばにあったミニカーを、あの、襖に向かって投げてミニカーが突き刺さるシーンなんですけど、それを彷彿させる。ギャンがプサッて綺麗に刺さって、ビューンって、この壺はぐらいの、いいものだ感を出した時のね、あれですよね。じゃあですね、ラストかね、ラスト、ペンネーム母、実は数年前保育園に通っていた次男が、今度の発表会で僕甘納豆の役をやるよと嬉しそうに話してくれた時の私と夫の顔。何の話だろう、甘納豆の役あるやつ。甘納豆の話が出てくるストーリーなんて、俺が知ってるのは、明けガラスっていう、新潮師匠がよくやってた落語の、吉原に、女郎を買いに行くわけですよ。買いに行った翌朝に、モテなかった人が、甘納豆を食いながら、お前夢モテたかって、モテやしねえやっていう話しながら食うときに、その役だと
ずーっと遊郭の中に座ってることになります。遊郭の貸し木の中にずーっと座ってる役で、セリフも何にもないですけど、ただ昔のその文、先代の文、先々代の文治師匠ですかね、その甘納豆を食う仕草が絶品だと言われてたっていうから、まあ演じがいはあると思いますけどね演じがいはありますけど、多分前の日まで濡れていく濡れていくみたいな、それとね、どうするどうするみたいな、京都の大納言で行く、京都の大納言で的な、まあ役作りはできると思いますけどなんだろう甘納豆の役って、なんだろう、お前は甘納豆か、違います、私は荒俣博士の花の横のものです、いやお前は甘納豆だろう、前後のストーリーが分かんねえよ鬼の親分様、違います、私は荒俣博士の花の横におるものです、いやうるせえ鬼と荒俣博士が出てくることしか分からねえ、ということで面白い顔をですね発掘した人は、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ力から顔の係、もちろん、ジャンクのホームページもしくはあのジャンクの携帯サイトからも、送っていただけるようになっております、よろしくお願いいたしますと。では曲、加藤ミリアでホワイ、さあ、取っ手の取れるティファールコーナーねえ、ティファールはね取っ手が取れるから収納がすごく楽なんですよね、その本当にあの鍋を入れるところって皆さん困ってたんですけども、ティファールが画期的な鍋を作ってくれたおかげでね、ラジオネーム夜行性の生き物、とってもかゆいアナール正統派です素晴らしい本堂ですよね、あの洗った方がいいです洗えば大体大丈夫になりますので、そしてペンネームコリクーさんからうんこが取れるポキル、正統派ですよねなぜこれを正統派って呼んでるのかというとですね、あのラジオネーム笠井明宏さんからですね、勝間和代なんか苦手が僕しちゃってますから もうこれが来ちゃってるっていうことは、これはもういち早く来ちゃってますから、うんこが取れるポキールとかとてもかゆいアナールはもうすごく正しいですよね、取っ手がの取っ手とかね、ティファールのファールの伸ばす棒とルーとか全部合ってますから、うんこが取れるは取れるがちゃんと合ってますし、ポキールルーが合ってるじゃないですか、勝間和代なんか苦手ですから、もう最初僕びっくりした、何回か合わせようとして合う合いようがねえぞこれと思って秋元康大先生ですもんなんすかこれ、どういうことですかこれ、もうこれ聞いてあれティファールの替え歌だなみたいな、これ中級です中級、上級がペンネーム泉ルルドさんからですね、取っ手の取れるティファールコーナー、大家に100万近く借金して包茎手術したのにまだ童貞上級で上級ですよこれ言いたいだけですよね、100万近く絶対ボラれてますよね今良くないとこあるらしいですよね、包茎手術をその安くやりますって言って行って途中までやったところで金かかりますって言われるパターンあるらしいですよ、本当にムク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 詐欺ムクマジであるらしいですよ、だから気をつけた方が、気をつけないとダメですよね、そんなこと導き出すコーナーだっけこれね、そんなとこ導き出すコーナーじゃないですよね絶対ね、ということで、おそらくですねこっから先もう上級を一回読んじゃうとどうしようもないと思うんですけど一応ファックスは好きなことを言えばよくなっちゃうじゃん、もうねえ開けてはおきます、開けてはおきます、僕の名前はガオクツウムシリ
伊集院光る深夜のバカ力。口弁慶が弁慶の中のトップエリート。ババババ頭使えよ頭使えよ。ババババ出ていけ俺の部屋から。出ていけ出ていけ。動物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 。Esquina sola, esquina como si no pasas nada. Tú la ves, tú la ves, tú la ves. Memo dime si tú la ves. Tú la ves, una esquina sola, esquina como si no pasas nada. Wea con su pelo. Sola. Como si no pasas nada. さっき言ったさ、そのユーロスペースで今度やるさ、その潮の湖から潮切り出して運んでくる映画の、なんか、予告編で流れてた、あ、どこかな場所、モンゴルだかなんか、まあそういうあんまり俺たち馴染めないような国のばあさんが歌ってる歌が、なんか日本語っぽく聞こえるこれみたいな歌で、もし始まったら見に行って、サントラ売ってたら買いたいなって思う感じの、歌でしたね。なんかおかしいよ、日本語に聞こえ出すともう日本語にしか聞こえないからさ、何このばあさんなんかそんなこと言ってんのみたいな感じで、なんかちゃんとした内容っぽいのね、なんかすごいちゃんとした内容っぽいんだけど、下手した吹く可能性あんなと思ってちょっと心配してんですけど。さあ、空の輪は脳みそがうっかりしちゃった体験ですよね。あんなこと忘れちゃうんだったらさ、アハ体験なんか嘘だよな。普通忘れちゃうねえだろうよ。普通大人だったら確定申告何年も忘れてるってことないから、普通アハって思い出すだろ。もしくは税務署の人に4億円納めてねえだろこの野郎って言われてアハってなったのかな初めて。何なんだろうな、あのねえ、あそこやっちゃうとね、やっぱすごいなと思うのはさ、申告漏れとかね、その過少申告とかだとすごく犯罪の匂いがするんだけど、まあ結果的に事故っぽいっていうか、だってさ4億も稼いでさ、確定申告自体をやってない感じって、もう単にだらしない人の極みみたいな感じで、だからいいなんて思わないけど、なんかすごいよね。今後何言ってももうそのことしか思い出せないの。俺あいつがアハって言ってもなんかその、あの全部、あ、この人アハ体験で脳が活性化とか言ってるけれども、肝心なとこは忘れてた人だよな、みたいな。さあ、そんな茂木先生だったら、どういうアドバイスをするのかわかりませんけれども、私の場合は、それはただの空脳なんで安心してくださいという他ないやつです。ですね。普通っぽいやつから行きましょうかね。まあ、もはや普通っぽいって何よっていう感じにはもうなっちゃってるんですけどね。ほいじゃあですね。これから行きましょうかね。ラジオネーム花水。私は小さい時、家族は私の見ていないところでは大きなカマキリになっていると思っていました。隠れて、カマキリに戻っている姿を見ようと家族が集まっている今からトイレに行くふりをしてドアの隙間から覗き見たりしていたのですが、カマキリにまだなっていないということは私が覗いていることがバレていると思い怖かった、こういうまあごく普通の少年時代の少年時代の話を俺でもね、この感じすごいわかるんだよね。もう本当にわかるのは、俺は一時期家族は家族の役割をやるためにそういう仕事で大変申し訳ないと思ったことがすっごいあって、まあそのことを母の日の作文に書いて、お母さんが泣いたりお父さんがそうじゃないっていうことを一生懸命知らせようとしたのかな、フィールドアスレチックに連れてってくれたりそういう感じになったことがありましたけど、なんかわかんないけど、そのお母さんありがとうっていう作文なのに、なんかそのいつもお母さんの役をやって、僕があんま寝ない日とかはなかなか本当の家に帰れなくてすいませんみたいなことを、おそらく本気で思ってたってよりも途中まで本気で、途中からは書いてることが楽しくなってた気がするんだけど、まあ泣くと思わねえからすげえお袋泣いて、
なんか親父はデリケートな扱いを、俺に対するすごいデリケートな扱いを始めたのが分かってて、で俺はでもそこまでしか飛ばせる、多分何か俺のはどの道漫画の影響とかなんだろうね、きっとこれカマキリになってるほどのオリジナリティがあんまなかったんで、そういう意味ちょっと負けた感ありますけど、へえ、あの感じなんだよな、あの冷蔵庫の電球がいつ消えてるのかみたいなことから、こう冷蔵庫をどこまで蓋閉めるとドア閉めると消えるのみたいのをやってるうちに、待てよみたいな、その要は俺が見てない時には消えているんだっていう結論に行けばもういいのに、見てないってことは消えているってことは中身全部が消えている可能性もあるみたいな、そのブリもねブリもマヨネーズも消えているんじゃないかとか、そんな感じのとこまで行っちゃって、そうすると得体の知れないものが入ってるんじゃないかみたいな、俺の見てない時だけはっていう感じになって、開けた時にはブリだけどお前前何なのみたいなことを、もうわっけやかもうあったまいななっちゃって、その度にうちの親父はなんかここの棒によってここのスイッチが押されると消えるだろうみたいなことを説明してもらって、ほっとしてたような気がするね。よかったと思って、よかった、ブリはブリなんだと思ってねえ。ペンネーム星まんじゅうさん、よく眠れない時は頭の中で羊を数えると眠れると言いますが、あ、なんかシープとスリープが似てるからなんだよね。よくわかんないな、そうなっちゃうとな。それを羊が一匹って訳したやつはバカなんだろうな、おそらくな。だってね、シープって言ってるうちにスリープしちゃうから出来上がってるわけじゃん。なんか隣の空き地に塀ができたってね、ウォールみたいな、なんかわかんないけど、そういうことだもんね、もうね。僕の場合はあるあるネタですよ、これ多分。みんなそんなですよ、子供の頃。僕の場合は、目の前いっぱいぐらいの巨大なカブトムシの幼虫を思い浮かべると、なぜか安心してよく眠れます。その幼虫は、最初は白く丸い大きなシルエットのようにおぼろげにしか見えないのですが、眠りに入ってくるとともに、くっきりとその大きな幼虫は姿を現していきます。そうなってくると、もう安心とともに、これでやっと眠れるといった確信すら感じます。ほう、幼虫イコール暖かい土の中で安らかに眠っているものといった個人的なイメージが自然と安心させるのでしょうか。じゃあそれでいいです。そこまでの答えを用意できたのならもうそれです。じゃあっていう言い方なんですけど、僕にそれ以上のことは無理です。多分あの腐葉土の中で安らかに眠ってる、動かない感じでいて、ちょっとなんていうんですか、俺なんか腰悪くしてからあの姿勢で寝るのが一番気持ちいいんだよ。くるっと丸まってる感じとかの、なんていうの、胎児の感じっていうんですか、あれがいいんじゃないですか。それを想像するのが。あ、でもなんかその、ここまで確定したものにはなってないけど、あったのはなんかその音がこういう感じで聞こえてくると俺もう眠いんだみたいのを意識した途端に寝てた頃ってあったな。なんか親父が遅くまでテレビ見てたりとかすると、そのテレビの音とかが最初は聞こえてて何を喋ってるんだろうってずっと思ってんだけど、それがこう言わん言わんになってくると、あ、もう俺寝ちゃったみたいなのはあったけど、カブトムシの幼虫、まあ羊を数えるよりは静かだから寝やすいよね。あんな羊のさ、飛べるか飛べないか感とか、あれな、柵みたいの超えるシステムもよくわかんないよね。羊をもっと静かにして寝てる羊を数えるならわかるけど、飛べるか飛べないかのドキドキ感を見守ることになっちゃうと、そりゃ寝ないよな、あれ。なあ、だって次のやつはつまずくかもしれないし、ね。あの感じですよね。あと羊ってくせえし。ね、なんかすげえくせえし。ね。あと汚ねえし。続きまして、今日は割と普通のを読んでますからね。それじゃあですね、ラジオネーム青ザメガール。まあ、カマキリから、カブトムシの幼虫にいて、続いてはラジオネーム青ザメガールは、私はいつも餃子を蒸し焼きにしようと熱く熱したフライパンに水をジャッと入れ、蓋をし、怒涛のごとく蒸気を吹き出し、蒸し焼きにされている餃子を見ていると、ものすごく残酷なことをしているような気がして
罪悪感に苛まれます。ごめんって思うんだね。こんな子供たちを、餃子の子供たちをでしょ。大空を羽ばたきたかっただろうに、まだこんな子供のうちにでしょ、餃子をジャッと。あー、もう一回思っちゃうとダメなんだろうね。だ、俺がもうやれることは蓋をガラスじゃないやつにした方がいいっていう、それぐらいしか言えませんよね。そうか、そうやって見ちゃうと、ましてこのカブトムシの幼虫の話と続けて見ちゃうと、そういう感じに見えちゃうんだろうな。でもなんか不思議だよね。あんまりネギとか刻んでて悪いって思わないよね、全然ね。そうだよね、ネギ刻んでると全然悪いっていう感じはしないけど、あれがおそらくイタチだったらものすごくごめんなさいっていう感じになるもんね。その辺はなんかそういうもんなんだな。だから逆に言うと、そうするとさ、いるじゃん、そのもう生き物食べない主義の人とかもいるもんね。そうなってくると、もうどんどん広げてっちゃうと、最終的には餃子の皮とかも食べられなくなってくるんだろうね。かわいそうな感じして。続きまして、一つぐらい俺もわかるとの読んでた方がいいよな、きっとな。これわかんねえコーナーなんだと思われると、どうかと思うもんな。でもこれ今回俺、これペンネーム、チングリッドバーグマン。先日ハイチュウグリーンアップル味を食べていた時に、自分は今までの人生の中で本物の青リンゴを食べたことが一度もないという事実に、はいはいはい、気づきました。一度も本物を食べたことがないのに、飴やグミの青リンゴ味に今までどうして納得できてきたのか、これが本当に青リンゴの味なのか、自分は森永製菓に洗脳されてるのではないかなどということを考えていると、何とも言えない気持ちになりました。ほう。その後近所のスーパーで青リンゴを見つけましたが、食べた時に自分の今まで自分の思った味と違ったら、自分の死が自分でいられなくなるような気がして購入できませんでした。俺これすごい思うのは、今でこそすごい当たり前になってるけど、札幌ポテトバーベキュー味が出た時に、バーベキューなんかそんな一般的なものじゃないのよ。バーベキューに特定の味があるなんか思わないし、唯一映画とかで見たことあるバーベキューは金串にいっぱい刺してあって、普通に焼いて食ってるから、肉を焼いたものだなぐらいの認識しかないのに、札幌ポテトバーベキュー味がいきなり出ちゃって食べたら、わかんねえけど、もうバーベキュー味ってカルビーですよ。天下のカルビーですよ。ね。世界のその、富豪たちを牛耳ってると言われているカルビーを中心に全ての国の法律が決まってると言っても過言ではない巨大企業カルビーですよ。カルビーに就職するためだけに我々は学びですよ。ね、我々は学歴を一つでも上に行きですよ。ね。のカルビーですよ。ね。がバーベキューつったものがバーベキュー味なんだろうなと思って食ってたけど、最近いわゆるこうそういうののルーツみたいなのの話してたら、カレー味ってつけようと思ったけど、カレーがあまりにいろんな人の家庭の味が違いすぎるので、もうちょっとぼかした方がいいから、最初はカレー味の予定で出すつもりだったんだけど、辛さを少し抑えてバーベキュー味ってすれば誰もわかんないから大丈夫だろうっつって、バーベキュー味にしたらしいよ。これはわかんないけど、こんなこと言って明日俺はカルビーの秘密部隊に拉致されて、お前何いい加減なこと言ってんだっていう、その感じ、その感じ、プリッツのサラダ味スタッフ江崎グリコだっけ、江崎グリコプリッツは、ね、だけどそれ聞いてと思ったもん。なんだかあのバーベキュー味にはすごいやられた気がするんだよね。確かに青リンゴなんかほとんど食べたことないね。コンソメパンチあたりもちょっと怪しかったもんね。何パンチってと思ったもんね。何パンチってつけちゃったらなんかどうにでもなる感じする。あそこにだって動作じゃん。パンチ。いいね。なんかコンソメを煮てるババアをぶん殴った時に、なんかババアの、そのババア感がある味を作ればいいわけでしょ。ぶん殴られてるコンソメに似てるババア感を出せば、それでコンソメパンチ味なわけじゃないですか。いや俺ま今言ったことは半分嘘かもしれないんだけど、そのバーベキュー味説はこの間それをちょっと耳にして、あんなに悩んだのにと思ったんだよね。あと札幌ポテトバーベキュー味の思い出は、
当時ビデオとかなかった頃に昔のゴジラ映画をやるって言ったら、文芸地下っていう名画座で池袋の、そこに近藤くんと一緒に見に行って、そしたら近藤くんが、札幌ボルトバーベキュー味を袋一個買って、映画見てる途中食べるっつって、映画の始まりのところに、すごい、たまにさ、口が硬いやつあるじゃん。あれをこう、一生懸命開けようとしたら、袋が真っ二つに裂けて、文芸地下中に、バーベキュー味がわーって飛んで、大騒ぎになったっていう。何やってんだよ、こんちゃんなんつって。まあ、10年も経たないうちに死ぬんですけどね、こんちゃん。うん、だからもう何やってんだよ、こんちゃんとも、ま、言えないんですけど。さあ、ねえ、さあじゃねえ。どうして近藤くんの話すんの、いつも。ちょっと楽しくなってきたところで入れて、全員とちょっとなんか後ろめたい感じをこう、共有しようとすんの、もう。じゃあですね。わかりやすいところ。これこう。ペンネーム電池。自分は、例えば10時30分に用事があるとき、時計を見て10時4分ぐらいだと、もうすぐ行かなきゃと思うんですが、11時に用事があるときに、10時34分だと、まだまだ余裕があると思います。同じ26分前なのにね。また、10時10分から10時半まで休憩とか、10時20分から10時40分まで休憩と言われると、長い休憩があると感じるのですが、10時50分から11時10分まで休憩と言われると、短く感じます。知らねえよ。俺の答えは基本的に、知らねえよ。あ、でもね、知らないよって言ったけど、今日、朝目が覚めたら11時54分だったんだけど、なんかすげえ得した感みたいな、まあ、昨日遅かったせいもあるんですけど、すげえ得した感があって、なんかそれが12時54分だとすごい寝ちゃった感があるんですけど、その間が1時間たか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 だか1時間なのかっていうと変じゃん。だってさ、すげえ寝ちゃった、すげえ得したの間には、すげえ早起きした、すげえ寝ちゃったの間には、ちょっと得したとか普通とかあるわけでしょ。ちょっと得した、やや得した、やや寝過ごしたとか、普通とか、ちょうどとか、そういういっぱいあるわけでしょ。その割には間1時間ってすっごい短くない？なんかそれは、めぐみとしあきさんが一仕事終えてる感の顔をしてるせいも多分あると思うんですけど。まあまあ、でもなんか、この、なんとなくわかるよね。自分の中でもう、昔さ、授業が終わる時間みたいのに向けてさ、ラス10すっげえ長い気がするのは、俺の学校の授業は45分で終わることが結構多かったんですね、区切りが。45分まで行って15分休みで45分みたいな、多分多かったんだと思うんですけど、それはその30から15分登るからだなって。高校生なのに。最後あそこ登っから、そうだよな、それはかかるよなって。ちょっと思ってましたね。バカなんだな、おそらく。ということで、空のありましたら、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、月曜ジャンク、伊集院光、深夜のバカ力、から、空の係までお待ちしております。月曜ジャンク、伊集院光、デブです。あのね、ゲラゲラ、デブです、です、ゾーン。ベラ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 。で、むしろ、体脂肪率 100% を目指してますから。で、なんだけど、そうすると、デブ、やめろよ、デブです、です、です。巨匠伊集院監督のテンション高めでいい曲ぶつけりゃ、はい、オッケー。さあ、映画の、まあ、エンディングっぽい脚本を送っていただいて、でそれを伊集院光できる限りの演技力とテンションで、叫び、でそこにまあ皆さんから紹介してもらった、もしくは我々が選んだいわゆるいい曲をぶつけると大体のことはどうにかなるんじゃねえかと、その前半戦の映画すら、頭に浮かんでしまうんじゃねえかということで、伊集院監督のテンション高めで良い曲ぶつけりゃはい OK コーナーですけど、じゃあこれはですね、新しい曲、リクエストのペンネームはサイを買う人、そして台本はラジオネームテクノは生きている。よースタート。時間というのは残酷で、あっという間に物事の姿形を変えちまう。その本質さえも変えちまう。しかし人生にはそのことから目を背けずに立ち向かわなければならない時が来る。昔、
海で見つけたでっかいアメフラシを興味本位でタッパーに詰めて持ち帰り、結局怖くて一度も開封せずに縁の下に放置して早15年、俺もこいつに向き合う時がきっと来るのだろう。こういうこうしっとりした独白から人間の照明のテーマぶつけちゃったら大抵のことは OK だよね。こいつ多分お母さんに気持ち悪いから触るのやめなさいって言われたやつをタッパーウェアに入れて持ち帰っちゃって、でお袋に持ち帰ったことバレないようにそのまま縁の下入れたらテンションもう下がっちゃったんだろうね。見たくもなくなってきたんだろうね、ずっとね。それでも15年経ってんだよね。まあ開けてもカラカラだから大丈夫だとは思いますけど、逆に3ヶ月ぐらいが一番こう退治できないとこですよね。だからなんかこのまあまあのところではおそらくその映画の前半部分にあったその見っけたアメフラシを木の棒でつついてバビュバビュってあの紫の汁出して汚いから触るのやめなさいっていうね、そのシーンが、まあだとするとその間何この映画そんなどうでもいいことを一番前半とケツに分けたとするなら間は何だよっていうね、ちょっとやっぱりこれからちょっと人間の照明使いたいな。いい歌だな。これだけ、ジョー山中さんだっけ、ジョー山中さんだよね、これはね。なんか子供の頃に、人間の照明とかあんまよくわかんない頃に、なんかこれと、その、母さん、あの帽子、どうしたでしょうねっていう、CM のキャッチコピーなんだけど、谷底にこう、麦わら帽子が落っこってく絵だけで、多分俺人間の照明ちゃんと見てないような気がするんだけど、CS かなんかでやってんの見て、あ、こういう映画なんだって思ったぐらいの記憶で、そのこういうの部分はわかんないんだけど、だからもうそれだけでやられてんだよね、このキャッチコピーの。母さん、あの帽子どうしたでしょうね。なんか僕が谷底に落としたあの帽子、みたいなあの言葉だけで、すげえこれ大人の映画な気がすると思わせたわけだから、この歌にはそりゃ力あるわ。さあ続きまして、リクエスト、リクエストのペンネームがあの人は今ジョン・レノン。そして、ペンネーム、深夜の墓地から。いやスタート。こうして僕たちの夏は終わった。それからメンバーたちはどうしたかって、9回の裏にデッドボールを受けて反撃の糸口を開いた博士は、子供の頃からの夢だったサラリーマン川柳のトップを目指して日夜奮闘中。せっかく入ったヤンキースを退団してまでサラリーマンになるところから、第3ラウンドで奇跡のバーディーを連発してチームを崖っぷちから救ってくれた田中は、進学するって言ってたけど結局どこにも受からなくて、仕方がないから家業のソニーを継いだよ。こないだ街角で偶然出会ったら俺の肩に手を回して、ウィーばっかやってないでたまには PS3 もやってくれよって言ってた。相変わらず慣れ慣れしいやつだけど、どっか憎めないのが田中だ。僕のライバルであり親友の森田は、その後オリンピックに出場、金メダルを目指したけどテレポーテーションの移動が測定不可能となり失格。怒った森田がサイコキネシスで審判団を虐殺した結果、史上初の赤メダルを手に入れたのは皆さんの記憶にもある通りです。それにって、もしかしていつも敵チームのエースを笑顔で毒殺してた我がチームのずっこけマネージャーのことかな。確かに僕と彼女は幼なじみで、この夏の試合でいい感じになったのは認める。でも男と女、そううまくはいかないよね。結局いつだったか彼女は海を渡って
ヒラリー・クリントンのそっくりさんになる道を選んだんだ。そして僕、このチームのリーダーだった僕が今何をしてるかって、今の僕は立派なニートさ。先日も年老いた両親が土下座までして頼むから仕事をしてくれって言ってたけど、ところがどっこい、仕事はしないのさ。してたまるかってんだ。でも最近思い出すんだ。昼間寝ているものだから夜ギンギンに目が覚めて明け方に眠るって生活をしていると、あの観客の大ブーイングで試合続行が不可能になったあの日、あの時、アルプススタンドの女の子のパンツがバッチリ見えてたってこと。When the night has come and the land is dark。 もうさ、仲間のそのことスタンドバイビーは何でもいいよこれ。どうやったってもう何でもいいよ。別に大体仲間があの後どうしたのかっていう話、この映画でどうなったかし、何のスポーツかも全然わかんねえしね。途中バーディーも出してたからわかんねえけど。ね。すごいよね。9回裏にデッドボールを受けて反撃の糸口を開いた博士は、子供の頃からの夢だったサラリーマン川柳のトップを目指して日夜奮闘中。せっかく入ったヤンキースを退団してまでサラリーマンになるところから。働かねえしこいつ最後。親が土下座してんのまで見てんのに働かねえし。うわー、なんかこの後誰か人間の証明パターンと、あのスタンドバイミーパターンは誰かに継いでほしいですよね、これね。スタンドバイミー、何か独白してあったであろう出演した親友たちのその後を言って終わるみたいな感じね。あ、これラストはですね、いきましょう。これ僕が一応選んでこれをつけました。ラジオネームマッキーペンシルさんの脚本です。いやースター、我々の砦はすでに敵に包囲されている。どうやら、ここまでのようだな。私のような無能な上官に黙ってついてきてくれたことに礼を言いたい。そしてこれが、私の、上官としての最後の命令だ。心して聞いてくれ。務まる人よ、私の乳首をペロペロせよ。のレコード室にあった我は海の子の中でこれだっていうのを探すまですごい大変でしたけど、これもね、僕はシリーズ化してほしいです。上官からの最後の命令としてね、すごくいいですよね。それまでのすごい感動的なシーンが流れて、あと上官の今の顔ですよね。下唇を前までこう押さえてる感じの顔がすごいフラッシュバックしながら終わっていく感じですよね。さあ、ということで、素晴らしい脚本、そしていい歌のリクエストをお待ちしております。 TBS Radio 954、とってのトレルティファールコーナー、暇すぎる暇人、勝手に取れるリモコンの裏蓋。どっちが合わせらんないんだ、しょうがねえべよ。ラジオネーム夜行性の生き物。テレ東の大江アナ、すげえかわいい、すげえかわいい、さまずにセクハラされても
笑顔です。フシはこれで良かったのかな。大変申し訳ないけど、どうだって元のやつにどの部分も合わないから、もう自分なりに頑張るほかもうないので、もうあのね、こういうなでったらめなファックス読んだりとか、あとだから人の映画のね宣伝とかしてる場合じゃないんですよ。僕あの18日にまた新しい DVD が出て、これがもう大変な、あの僕の中では僕の持てる力を全部出した自信作なので、伊集院光の DVD、草野球芸人、連携プレー選手権の負け、これを買ってくれっていうのを言わなければいけないんですよ。これを言わないと、その発売元のポニーキャニオンさんとか、あとそのホリプロさんとか BS11 さんとか、そういう人に怒られる。そういう会話そういう会、最初セリフみたいに入ってきて、ティーファールのルーで終わる、まずいあんこを食う。